龍が如く新作真島の兄さん主人公のエイトガイデンで確定する。に対するみんなの反応。龍が如くエイトガイデンパイレーツインハワイ2025年2月28日発売決定。還暦の真島五郎がハワイの海を舞台に伝説の海賊になる。瀬川本日2024年9月20日 RGG サミット2024を開催し、龍が如くスタジオの新作龍が如くエイトガイデンパイレーツインハワイを発表した。主人公の真島五郎がハワイの海を舞台に五郎海賊団を率いるアクション重視のシリーズ最新作だ。龍が如く8から半年後、記憶を失い浜辺にたどり着いた真島が冒険を繰り広げる。うおー、神ゲーきた。2枚目の人の顔や雰囲気違いすぎだろ。ファーストサマーイカの少年声うめえな。海賊か、楽しそう。よっしゃ、俺ら五郎海賊団は伝説の海賊団を目指すぜ。なんか表たんと違う、ギャグ要素が強いな。維新みたいな完全外伝かと思ったら本編の外伝扱いなんか。これエイトの外伝言ってるけど本編とリンクさせる気ゼロやん。どちらかというとオブジエンドに近い。これもわかんねえな。このシリーズもなんか迷走してきてね。今さらそれ言うんか。横山的にはワンデキリュウの話はもう終わってるらしいです。なんだと。人気が出たらこするって姿勢がすがすがしいまでに徹底してるよな、このシリーズ。いつリュウジとカミネ復活させるんやろ。名越は常にリアル思考やったから維新みたいなパラレルならともかく、こんな本店の世界線のままマシまで海賊とかありえんやろな。オブジエンドは許されたんか。一つ歯車が違えばこの集大よ。キリュウから春日たち新世代に交代って名越やんやったんやろな。横山のせいで世代交代失敗や。名越いなくなってからアクションと音楽は明らかに落ちてる。セブンライデンは桐生がどうしてたのかって話であったけど、エイトの半年後らしいからな。しかも海賊でハワイ周辺だけやし、言うほど面白くなりそうにもないけど。五徳の外伝は意外と外れがない。外伝なら何でもやれるよね。ネタとしてはちょっとクスッときたけど、ゲームとしては特にプレイしたい感じがないな。五徳って現実の街が舞台だからよかったのに、海賊とかこんなファンタジー環境だと単にチークさだけが残りそう。もともと虎を殴り殺すバカゲーだろ。純金の大阪城が割れるゲームでもある。そういうバカバカしさがなんで楽しいかって、リアルなかっこ少なくともリアル風味な背景あってのことだと思うんだよね。最初から舞台設定までバカやってたら、そこで虎を殴り殺してもまあそういう世界観かなで終わっちゃうし。お前の言う通りだ。ゼロでもうやったのに。真島はゼロのイメージが良すぎ。なんかいまいちか姿が人気にならないな。声優さんもうまい、芝居は結構好きなんやが。ロバート秋山出るのくさ。記憶喪失時はゼロの頃の真島になるのか、狂犬真島になるのかどうなるんかな。海外行ったあの子との再会はなくてもええ。解散宣言して警備会社やってからの登場会やるんか。寄捨て人になって立ち上がるまでやるのかね。サバイバル巨編かな。本編だと死ぬほど無能になる真島の兄さん、カッコといつも一緒にいる登場会のバカ二人。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。結局旧キャラに頼るんか。落ちぶれていくヤクザを見て何が楽しいのか。町村誠さんをもう一度拝みたい。エイトの真島の兄さんって漁師芸になるんか。レレ島っていう竜が如くエイトでも出てきたラスボスステージが今作のメインシナリオの舞台っぽい。コマンド RPG ではなくアクションゲートのこと。コマンドでいいのにな。アクションのままでいいよ。テンポは圧倒的にこっちがいいし。言うてやれ言うてやれ。極み2の真島操作ゲロつまんなかったから今回は頼むで。ドラゴンエンジンだから大して期待してなかったけど、それ以下の動作しかできなくてビビったわ。外伝ならアクションだけなんか。てかこれ以上アクション路線で出せる。あと外伝出すとしたらあと誰残ってるんや。ちょっと衰えてるってことでまた3スタイル制にしてくれんか。な、そうだろ。2代目真島の兄さん枠でバールのやつ出したんやろに、そっちの外伝でよかったんちゃうか。逮捕された山井が脱走してハワイにいるとかサプライズあるかな。山井は一作のみで終わらすにはもったいない両キャラだったな。どんどこ島にしょっちゅう来るじゃん。
戦闘は無双ゲーに近そうだけどな。マジマ無双だな。どういうことだ。いつまで過去キャラにすがりつくつもりなんだろうな。春日パーティ全然活躍できてないやん。春日のこと全く信頼してないから、マジマ兄さんでお茶にぼそうとしててくさ。もちろんさ、春日自体は A キャラやのに保険で過去をセブンでやりきったからな。セブンで新しいキャラでいける可能性あったのにな。いつまで桐生とマジマとかいうジジイどもに頼って味しなくなるまでこするんだよ。春日たちを信頼できなくなる、セブン団やったんって話になるし、思い切って世代交代しないと自利品やろ。桐生たちに年取らせてる時点で消費期限目の前やぞ。春日はアクションで戦えないからな。桐生は理由つけてコマンドにできたから春日もいけるて。竜が如くシリーズは続編ありきのストーリーにはしない、ときめてるらしいけど、そのせいで続編が出ると前作から続投してるキャラが漏れなく大事になるんよな。困った話だ。それより渡瀬どこ行った。本郷愛は出ますか。朝倉未来と対決できますか。当たり前だろ。なんか変わっちまったな。セブンまではクソおもろかったわ。エイトは久々にダサくやったしな。セブンとセブンガイデンはゼロと並ぶ傑作だったのに、エイトはシナリオが微妙だった。このシリーズ毎回発売日に買っているが、今回は買わずに様子見するわ。何でも A からシナリオ考えるやつをどうにかしてくれや。セブンガイデンであの扱いだった花輪をエイトであんな風にしたの外事すぎるやろ。フルタが作ったストーリーを続編で横山が食い荒らすのが龍が如く。そらみんなほらしなるわ。それ出す前にまずキムタクが如くの最新シリーズ出せよ。キムタクはもうジャニーズ存在しないから可能性ないんじゃないの。逆じゃねえ。ジャニーズ存在しないならガンガンいけるやろ。最近メインのタレント業はいろいろケチついてるみたいだし、仕事選んでる場合ちゃうで。というかあれは名護市案件やから無理なんちゃう。マジマの人気って半分くらいゼロのおかげだよな。なんや解読の話かよ。ちょっと面白そう。もうヤクザ全く関係なくなっててくさ。関係なくなっちゃってるよね。エイトガイデンじゃなくてエイトで使ったハワイを使い回してるだけやん。せっかく作ったマップだし再利用しないのはもったいないって話では、キムタクが如くのカムロ町もめっちゃ使われてたし。ハワイにいるとかさすがに都合よすぎやわ。取材の名目で遊びに行けるじゃん。開発スタッフがハワイ旅行したくて作ったソフト。何がいいって。マジマ建設の社員旅行でしょ。このゲーム本末買い回しで生きてるな。本編でこれ以上話作るの厳しそうだし、今後はひたすら外伝こすっていくんだろうな。セブン外伝の良さ引き継ぐなら今回もいろいろ詰め込んでるだろう。またジャッジアイズから来るかだよな。ええやん。でもキムタク新作も頼む。ヤガミがハワイに行く世界線もあったんやろうか。3作目あったらハワイ活用する可能性はある。2作目だって直近で作ったセブンの横浜を再利用してるし。セブンガイデンやエイトにジャッジアイズのキャラがゲスト出演してるし、少なくとも制作陣は続編を作る気満々に見えたな。キムタクもジャッジアイズはお気に入りらしいし、龍が如く9の前にジャッジ3が来るかもね。龍が如くシリーズもネタ切れやろ。うるせえ言うな。還暦海賊ってどこに向かってるの。ゾンビに RPG 幕末海賊と何でもありだな。ボリュームはどんなもんなの。またゲーパスで出してくれや。島野と伊達さんが若い頃の外伝作品見てえんだが。あの黒豹。ほんとら舐めとんのか。